はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサーです。今回の動画はですね、アメリカのチップの相場とそれからチップの払い方、これについての動画になります。イエーイ。はい、あの僕ね、ラスベガスでツアーガイドやってるんだけど、日本のお客さんからよくある質問の一つで、チップの相場っていくらなんですかって聞かれたりとか、チップってどうやって払うんですか、カードとかでも払えるんですかとか、なんかよく聞かれるんですよね。なので、まあ、今回はね、その質問に答える感じで動画を撮っております。今回の動画見てですね、役に立ったなと思ったら、ぜひ、グッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ始めていきたいと思います。 Far West Life。 お客さんからまずね、一番最初に聞かれるチップの質問、相場がいくらなんですか、めちゃくちゃ聞かれます。でレストランによって多少俺は違うと思います。あの今回話す内容っていうのは完全に俺のもう個人的なアメリカ生活の意見なので、人によっては違うっていうことはご了承お願いします。僕だったらどうするかっていう話を今からするんですけど、まずレストランって言っても種類がありますよね。高級レストランから普通の何大衆的なまあレストランからファーストフードみたいなお店までいろいろありますよね。でまずチップの相場いくらぐらいですかって言われた時に、僕がまず答えるのが 15% から 20% ぐらいかなって答えます。アメリカの一般的な概念は10から20って言われてるんだけど、俺の中では今はもう 15% から 20% だから、こう考えます、誰かにじゃあ何パー払ったらいいですかってアドバイスを聞かれた時に、普通に満足したサービスだったら 18%、 満足したら 20% で、ちょっと至らないサービスだったかなって思ったら15、はあ、こいつ最悪って思ったら10、それでもやっぱり払う、ゼロではない、こいつ最悪のパターンもありますからね、そういう場合もありますから、でもみんなに分けてる場合もあるから一応10は払う、厨房の人たちにも、ね、行く分もあるんで、まあ、それは払います、はい、ただここでさらによく、お客さんから質問があるのが、じゃあどのレストランはどのぐらいなのかっていうのをよく聞かれるんですね。で、俺の場合はまずマクドナルドとかファーストフードは払わなくていい、というよりクレジットカードで払った時に払う欄が出てこない、あ、確かに。だからファーストフードとかは払う必要は俺はないと思ってるんですね。でただちょっと高級なステーキ屋さんとかコース料理が出てくる、予約が必要とかドレスコードがいるようなところだと、もう 20% は絶対払うようにはしてます。で本当に満足したら25行く場合もある、はい、個人的に知り合いでこの子はほんまにこの子に渡したいみたいな時は 30% 上げたこともあるけど、まあそれぐらいかな、うん、でここでややこしいのが、そう、これを言いたかった、フードコートどうすんのっていう、ああフードコートなの、分かんないでしょ、フードコートだとファーストフードに似てる、だけどクレジットカードとかで払った時にチップのなんか出てくるわけよ、出てくるんだ、へえ、で今やっぱ物価も上がってて、ほんまはチップなんて払う義務もないのに、それに便乗してチップをつけてるレストランっていうのがある、ある、あるよね。あとアイスクリーム屋さん、フローズンヨーグルトのアイスクリーム屋さんとかでもレジのところで店員さんの目の前でタッチパネルにこう出てくるのよ、払わざるを得ない気持ちになる、そうなるでしょ、うん、であともう一個質問があるのがバイキング、これ自分で取りに行ってるからサービスしてもらってないのにいるのかっていう話にはまあなるのよね、まあ、だからどうするかなっていうことなんだけど、まず俺の場合バイキングは 10% ぐらいにしてます。なぜかというとお皿を下げてくれたり、してくれたり、まあ、場合によっては飲み物、コーヒーとかあったかい飲み物持ってきてくれたりとかもしてるんで、半額ぐらいにします。 20% を上げるつもりだったら、まあ、バイキングだったら 10% にするっていう感じで僕はします。はい、やっぱりみんなが知りたい、そのフードコート的なやつどうするのか、だってアイスクリームもそうだけど目の前で頼んで入って受け取ってんのに、なんでチップの欄出てくるのってまあなるよね。その時ってやっぱ心の中で、いやこれは払いたくないなって思うのってあると思う。じゃあそういう場合どうするのか、いやほんまに分かるよ、気まずいからね、店員の目の前だったらやっぱ押さなきゃってなるのよ、なるよね、俺もなる、俺もなる、だからめっちゃ店員さんが愛想よくて何かこう取ってくれたりとかやった場合は確かに 10% とかやるけど、最近汚いお店ってもう 15% より上しか書いてない、書いてないところがあるから、カスタムできる、そうだからカスタムにして、10% にするとか 5% にするとかね、する方法もあるけど、でもやっぱり気まずいなって思うことあんのよ、俺でもあんのよやっぱり。
でそういう時に心の中ではでも気まずいけど払いたくない。じゃあこういう時に俺の技を教えましょう。別にこれはケチじゃないよ。ケチじゃなくて本当にそれはファーストフードに近いサービスだから絶対に払わなきゃ義務もないので、店員さんもそれを分かってるから、で気まずい雰囲気になる必要はありません。はい、俺の裏技を教えます。どうするのか、はい、何なのかというと、常にですね、財布の中にはこういうキャッシュをこう入れとくんですよね。僕の場合ですけどね。で入れときます。で、どうするか、はい、じゃあ目の前のフードコートみたいな感じで、はい、食べ物を受け取りました。クレジットカード払います。はい、出てきましたね。ゼロにするんです僕は。ゼロにして 2,3 ドルぐらいポケットにこう用意しとくのね。例えば1ドルだったら、そのゼロにした後に店員さんの目の前で壺が置いてあるから、それをパッて店員さんの目の前で Thank you, this is tip とか言って取って入れるのよ。そしたら胸を張ってゼロパーって押せるの。俺はそうやってやってる。なぜかというと、それは俺は絶対に普通のレストランみたいにチップを払う必要はないと思ってるから。そうやって俺はやってる。だからこうやって着席するレストランは15% から 20%、 まあ俺はいいサービスだったらもう20を払ってます。18とか20を払ってます。はい、だけど、そういうフードコートとか曖昧だなっていう場合は、基本的にはゼロにして現金で壺に目の前で店員さんに気まずくないように入れる。それからバイキングは 10%、 ファーストフードはゼロで OK、まあ、これが一応僕が質問された時によくお客さんに答えているチップの相場かなという感じでございます。じゃあね、ゆとりん、今我々ご飯食べてたけど、食べ終わったら店員さんがね、こうレシートを持ってきてくれます。まあ知ってると思うけどね。はい、でレシート持ってきてくれるんだけど、まず食べた分のレシートですね、何を食べたかって書いてあるのと合計金額がまあ書いてある、紙ね、こういう感じで、はいね、出てきます。いっぱい食べたよね今回ね。138ドル。はい、でまあ税金とかね、今はまあネバダ州、8.375%、 まあ 8% ちょっと、はい、税金かかるっていう感じでしょうか。で気になる皆さん、チップの払い方なんですけど、今まあこの出てるレシート、まあ、この辺に出してると思うんでね、写真を。はいはい、それで喋りましょうか。でまあそんな感じでこうレシートがこう出てるんだけど、はい、まずどうやって払うのかっていうと、ここのレストランっていうのは何パーセントかっていうのを目安にこう出してくれてる。もちろん出してくれてないところもあるんだけど、チップの払い方っていうのは現金とクレジットカード、まあ、2種類ありますよね。で、現金の場合は例えば自分の食べた分の合計の 15% とか 18% とか、まあ、20% とか自分で選べるので、自分で計算してその分の現金を置いて、現金全部で現金で払う場合はちょっと多めに上乗せして、だいたいそれぐらいになるかなっていうのを置いてもらってそのまま行くっていうので大丈夫ですね。ただ問題がクレジットカード、これがよくある質問ですよね、うん、クレジットカードをこう切った後に、チップってどうやって払うのって、いう質問があるんですよね。これ分かる、めっちゃ分かる。俺も最初そうやった。なんかカード切ってんのに、後でどうやって足すの、どういう仕組みになってんのって言われるよね。そう、あれ店員さんちゃんとカード切った時にそのデータがコンピューターになんか入ってんのよね。で後でレシートでそのチェックをしたら足せるんよね。足せるんですよ ね。そうで後で請求の合計が足された合計の金額で請求が来るというふうになってるわけです。なんかデビットカードで払うと先に、例えばさ40ドルだったら40ドルがペンディングでこうかかるとって、はい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 、でチェックされた後に金額が変わることもある。そうあ、なるほど。そう先にそう分けてじゃなくてその一つの値段が変わる、変わることもある、クレジットの場合はなんかあれやね、もう全部足されたやつがボンって出てくるのかな、はい、まあまあまあそれはまあ置いといて、はい、で、ここに出てるようにお店によってはその何パーセントとかからこう出てるわけよね。で例えば今回だったらすごいサービスが良かったので、まあ、僕は 20% 以上いつもやってるんで、大体僕は 20% チェックしてやってます。ただここの、紙に出てるのには 18%、20%、25% っていうのが出てます。で、別にこれ18とかにしてもいいし、もう本当に良かったと思ったら 25% でもいいんだけど、中にはここに書いてあるより低い金額を上げたいなっていう人も
言うと思うんだよね、うん、例えば 15% ぐらいにしたいとか、うん、それはそれで構わない。でもその場合はここの欄になかったらチェックできないので、自分で、まあ、携帯とかで電卓で計算してその分を書き込むという感じでしょうかね。チップっていう欄に書き込んで、でその下にトータルですね、合計を足してサインをすると。ただここに事前にこう出してくれてるやつは計算しなくてもいいように合計金額もこう出てるんだよね、なので、まあ、楽ちんパターンなやつを選びたい場合はそこのやつをチェックしてね、書いてもらうのも、まあ、いいかなと思います。はい、まあ、なのでクレジットカードでも全然それは払えると、で現金でも払えると。でここの場合だと、現金の払う場合は 20% だったら 27.66 ってなってるんで、まあ、28ドルぐらい置いてってもいいかなっていう感じですね。僕がもし今回現金で払うとしたら、はい、そんな感じです。なのでクレジットカードでも現金でもどちらでも大丈夫なんで、クレジットカードでどうやって払うんだろうって思ってる人はこういう感じで払うっていうふうに思っておいてください。なんだろう、クレジットカードで払った後に、はい、キャッシュでチップ置く人もおるよね。そうね、いるね。そうだから あとそれもあるよね、うんうんうん、クレジットカードで合計金額だけ払っておいてチップは別で現金で置いていくっていうね、うんうん、それもねいい方法だと思う。ただでも俺もたまにある、うん、ほんまにこの人に直接俺はこんだけあなたにあげたいよっていう誠意を示したい時は、うんうんうん、クレジットカードで普通の合計金額だけ払って、で直接本人がありがとうバイバイって言いに来た時にこれあなたにチップねって現金で渡す場合もある。あ、うん、なるほど。そしたらその店員さんは喜ばれるから次来た時にこんにちはってまたいいサービスに。全然だから 俺も別にその人にだけ絶対もらってほしいから渡すじゃなくて、僕はあなたに感謝してるよっていうのを教えたいから渡すよ。だからその人が他の仲間に分けようが自分の懐に入れようがお店の方針に従うのかどうかっていうのはもうお任せしてて、何が意味があるかって言ったら次来た時に仲良くなれる。確かに確かに、それはある。そういう意味で俺はそれをやってるっていうことかな。今度それやろう。絶対嬉しいもんね、うん、覚えるよね、はい、あ、この人払ってくれたってなる、うん、そうそうそう、はい、そんな感じでございます。 Far West Life。 じゃあまあちょっとこれ以上長く喋ってもあれなんでこんぐらいにしときましょうかね。はい、ということで今回はアメリカのチップの相場と払い方について話をしてみました。まあ、今回の動画役に立ったと思ったらね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また質問等ありましたらいつでもね、コメントいただけたらと思いますんでよろしくお願いします。それでは今回こんな感じで終わります。バイバイ。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel.If you have an interest in America, and let's enjoy the Far West life.